こんにちは。バ売アカデミー堀秀夫です。えー、今日は、アメリカアマゾンで販売するものは慎重に選ばないと危険です。ということでね、えー、相当アメリカアマゾンの難易度が上がってます。まあ、気軽にね、えー、転売でアメリカで始めるというのはもうほぼ無理じゃないかなという感じまで来てますんでね、まあそれについてシェアしたいと思います。まず、 サスペンドの、ね、基準が相当厳しくなっていて、ちょっと Amazon のセーラーフォーラムから拾った内容でね、アカウント作成後すぐにオリジナル商品のフラスコを販売してサスペンドと。このメーカーからね、オリジナルでということで、販売許可をもらってメーカー直で仕入れたフラスコ。これがね、まあ、なんとサスペンドと。で、メーカーから連絡をしてもらって復活してます。 ねえー、ただね、まあ、これなんだろう、えー、出した書類がね、請求書だったと。でそれを領収書に直したんで、えー、メーカーから連絡しなくてもね、普通に書類出しゃ復活したんじゃないのという気はするんですけど、いずれにしてもね、請求書だからダメという返事はアマゾンから来ない。ねメーカーから連絡してもらって、いや、あの普通におろして販売してもらってますよと言って初めてね、ね え、領収書が出てないという話があった。まあ、随分親切だなって感じですけど、まあ、そんなもんですね。で、2番。えー、1年以上前に販売した、中古のニソニー商品の販売が原因でサスペンドと。で、これね、アカウントは不活性だった。えー、アマゾンの、まあ、自動でもあるシステム、アマゾンボットが、おそらく、月間取引件数が少ない あるいは、問題割合が高い、え、アカウントを中心に回ってるんだと思います。この、サスペンドされてる事例を見るとね。だから、まあ、もう、アメリカ・アマゾン、やるんであれば、やり続けないと危険と。ね、ホリデーシーズンだけやろうっていう形だと、え、しばらく休んで、ホリデーシーズンに復活しようと思った時に、ね、このサスペンドになる可能性があるんで、まあ、それ考えたら、 まあ、月間50取引以上、ね、えー、問題ない商品を売るっていうのはキープしないと危険だなと思いました。まあ、何しろこの場合はね、えー、なかなか復活できなかった。まあ、普通の手段じゃ復活できなかったんですけど、何しろね、1年以上前に販売した商品ですから、90日以内の、ね、仕入れの証拠を出せって言われてもあるわけないと。でしかもね、えー、小売店から中古の商品買ってますんでね、えー、その代理店からの、えー、仕入れ商品もあるわけないという形です。 まあそんなこんなで、えー、普通だったらダメだなというとこなんですけど、諦めず、ねえー、ジェフ・ペゾスに理不尽さを訴えるメールを3回送って復活と。これね、えー、アカウントスペシャリストって復活のアピールとか、ね、書類とかほとんど正直見てないと思います、ねえーまあえー。基本的にはサスペンドしたらそのまま復活しないと。で悪質な場合には削除するという対応をしてるんで、 まあメール見ないと、まあ、ただ、ジェフ・ペザスに送ったメールを、ジェフ・ペザスがね、ハテナとくっつけて、えこれ、なんかおかしくないかというのをくっつけて、担当に送ったときには、えー、真剣に取り組んで、数時間で解決しないといけないとで。内容を見ればね、確かに1年以上前で、1年前はね、 え、まあ別に普通に売れて問題なかったのが、いきなりサスペンドという形ですから、理不尽なわけですから、まあじゃあ復活させましょうということで復活したと。まあこれで、もしもサスペンドされたとき、諦めずにジェフペゾス後にいろいろメールを送るというのはね、有効なんで、今後、もしもサスペンドされた人が出てきた場合にはこの手法をやろうかなと思います。で、3番。 アカウント作成後すぐに中国から仕入れたドレスをシンデレラという単語を使ったタイトルで販売してサスペンドと。まあ、どこから見ても綺麗なサスペンドされてね。てかこれ削除だろうということですよね。これはもうジェフペズスに送っても何もなんないでしょう。まあ退場ですね。まあこんな形で、まあ今まではね、3番みたいなケースとか、まあ2番みたいなケースでね、やっぱソニーとかうるさいに決まってるんで、ソニーなのね、坊主なの、 そういう家電メーカーで偽物があるとこな気をつけると。ディズニー三両近づかないというようなね、えー、感じで行けばよかったんですけど、なんと今回ね、ダイソー商品がこの偽物疑惑がかかったという例が発生しました。ね、で、ダイソー商品はね、メーカーでもあり小売店でもあるんで、まあ、ダイソーから直で仕入れてるので、領収書は用意可能と。まあ、しかしね、いつの間にかそのアマゾンが要求する内容も変わってたと。 まあ、一番は今までと一緒ですけど、2番、3番が変わってますね。ブランドの所有者でない場合は、代理店であるという証明か、えー、転売していいよという、ね、認可証が必要と。これはもう用意しにくいですよね。これを偽造するのか、ジェフ・ペゾスに直訴するのか、どっちがいいかは迷うとこですけど、まあ、えー、そうですね。 ケケーーススバイケースで対応しようと思いますで3番、ブランド所有者の場合は、ブランド登録証明書、営業許可書、または個人名分証明書のコピーを提出してください。ね、これ、通常、商標登録してないので用意できないですけど、逆に、この要求を見ると、Amazon はもう、えー、ブランド登録して、まあ、要は商標登録してね、ブランドになった商品、あれを扱う販売者に増えてほしいと。 そうでない新規出品者はもう不要であるというふうに思っていることが考えられます。まあ、そらそうですよね。中国からの大量の出品者がいるってことは、大量の偽物のね、供給があるんで、まあ、そう,そうなると、基本的に新規出品者は弾いちゃった方が合理的といえば合理的なわけですね。まあ、そんなこんなで、アメリカンアマゾンで販売するんであれば、 商標登録をして、ブランド登録者にナルオリジナル商品を売るのが安全策です。まあ、しかしね、過去の販売商品によってサスペンドやアカウント停止もあります。まあ、今までのね、出品者が少なかったときは、転、まあ、売 OK だったと。しかし今や、出品者もだいぶ増えて、ほとんどのメーカーの代理店が出品するようになった今ではね、 オリジナル商品を持っていない出品者はいなくてもいいと。まあ、こういうことだと思います。こうなるとね、アメリカアマゾンでダイソー商品を販売して取引実績を積むという行為そのものが危険になってくると。新規アカウントでは商品登録をしてオリジナル商品を販売するところから始めなくてはいけません。ないしろね、新規で転売から始めたら高い確率で本物の証拠を出せと。 くるわけですから、これもうメーカーになって初めからやるしかないですよね。で今までに、まあ、十分な販売実績があり、まあ、うるさいブランドを使った商品、ブランド商品を使ったことがない場合は問題は起こりにくいと。でもしね、過去に有名ブランドを販売して現在は使ってない場合は、カタログを削除してもらおきましょう。これはね、カタログ削除しても意味がないんじゃないかという意見もあるんですけど、まあ、 少しでもね、ボットに引っかかる可能性を減らすのであれば、やっといたほうがいいと。ね、いうことで、まとめると、新規出品者はね、ね商標登録しない限りアメリカ、アマゾンには、えー、進出しない方がいいと。で、今まで販売している人はね、儲かってるんであれば、その儲かってるペース落とさないように、販売個数が減ると危険です。ね 減るってことは撤退するってことですすからね撤退するっていうのは何かやってたんかなということでチェックを誘発する可能性もありますだからねサスペンドされてもいいところまで売り上げ残金を落としてから逆に減らしていくという形が必要かなとでバンバン販売してねで危険な商品も扱ってないのにサスペンドされたというような、ね、事例は 見当たらなかったんで、まあ、別に普通に儲かってるんだけどやめなきゃいけないんですかという場合にはね、普通に売れていて、まあ、3000ドル以上とか、中には1万ドル、1万5000ドル、まあ、2万ドル売れてる方はもちろんそのまま続けてください。ただ、春季出品者はね、アメリカ、アマゾンもやろうということで並行してやるのはやめといた方が無難です。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。